マイネル・レーニアは、日本の競争馬主な勝倉は、KO ハイ2歳、ステークス・スワン・ステークス。馬名の由来は、冠名、アメリカン・チェリーの最高級品種、レーニア・チェリー。ラフィアンタ・アーフマン・クラブにおける、募集価格は2000万円。2006年7月京都デビュー。自走で控える競馬から一転死逃げに転じ 前走十馬審査の大敗からの巻き返しを見せ、四馬審査をつける、逃げ切り勝ちで、初勝利を記録する。さらに、ダリア賞も逃げ切り連勝、新潟二歳ステークスでも三着に入りに新潟、遠征では上場の成績を残す。11月 KO 杯二歳ステークスも先行逃げ切りの、競馬で制止重賞初勝利を遂げ、続く朝日杯フューチュリティステークスでも、 差のない五着と検討した。3歳以降もマイル路線が取られたが不振が続き春は、未勝利、秋に入ってからも1400は、構想するも1200.1600では、苦戦を強いられ敗戦が続いた。勝ち星から遠ざかること1年半、準オープン降格となった2008年夏に、久々の勝利を挙げオープンに、最小格を果たす。 さらに10月半身のポートアイランドステークスで初のマイル戦勝利を収め続くスワンステークスも逃げ切りで静止重症2勝目を手にしたしかし同馬を管理する調教師が1600は長い半身の時のようにはいかないとコメントし望んだ本番マイルチャンピオンシップではその言葉通りとなり直線まで先頭に立つもそこで力尽き交代 最下位18着に終わった。休養を挟み、2009年の初戦は半休杯。得意の1400でのレースだったが、最後の直線で失速し、12着に終わった。続く、ダービー強チャレンジトロフィーでは2番手からレースを進めるも、最後の直線で失速し、ブービーの14着と大敗した。続く、 谷川学ステークスではスタートから鼻に立って逃げるも、最後の直線で失速し、9着に敗れた。その後、7月のヨナゴステークスではスタートから鼻に立って逃げるが、最後の直線でクラウンプリンセスにかわされ2着に敗れた。続く、関谷記念と時ステークスは共に14着と大敗した。その後、連覇がかかったスワンステークスでは、 いつも通りの逃げを見せるも失速し10着に終わった。続くオーロカップでも10着と惨敗した。続く阪神カップでは18着と、との負けを喫した。2010年の初戦は京都金杯。いつも通りの逃げを見せるものの直線で失速し、再開の15着に終わった。休養を挟み、ポートアイランドステークスでは軽快な逃げを打ち、直線で、 ダノニオヨー,ヨーラにかわされるも5着と粘った。続く、スワンステークスはスタートで出遅れてしまい、再開の14着と大敗した。2011年初戦の東京新聞杯では、行位で控えるも、直線で失速し、再開の16着、阪急杯では終始後方のまま2戦連続で、再開の16着に終わった。レース後の3月2日に競争場登録を抹消。 札幌競馬場で誘導馬となった。馬術大会で優勝もしている。ノーザンホースパークで北海道秋季馬術大会開催。競争馬のふるさと案内所。2021年12月25日閲覧。ありがとうございます。